これじゃあ。で、血液検査の結果なんですけど、はい、昨日取ったやつね、14歳の割にはね、この子ね、体の中はいいんですよ。あ、そうですか。電解質のバランスもなんとか正常だし、あ、で、まあ、腎臓の数字がね、うん、ほんのちょっとだけ高いということね。あ、よかった。前が 1.1 で、今回 1.1 で、ちょっとだけ上がった。だけどこれ、慢性腎臓病のステージ1ですからね。はい、ステージ1、うん、だけどステージ1ってことはさ、腎臓2つあって 100% だとすると、まあ7割ぐらいはちょっとダメだということになっちゃうわけですけど、それからあと血糖値は正常、肝臓、まあ、GPT、GOT、ALB 素晴らしいですね。ビリルビンが若干上がってだけど、まあ正常範囲内での上がり方です、はい、まあいいでしょう。だから腎臓ちょっと悪いけど肝臓はまあまあかなと、はい、あとタンパク、アルブミンで、これもまあ一応正常範囲ですね。グロブリンも正常だけど、うん、要はね、がんのある子はね、このタンパクとかアルブインが下がってっちゃうんだよね。それを避けたいということですね、はい、それからあとカルシウム、まあ一応正常です、はい、からコレステロール、中性脂肪、うん、まあ正常範囲ですね。これ絶食してると、はい、上がるからさ、中性脂肪は、はい、まあ、それで正常範囲内だから正常なんですね、はい、これ血液の中に何パーセント赤血球があるか、うん、37切ってくると貧血なわけです、はい、前はもう貧血だったわけですけど、まあ、今回38だと超えてるけどさ、やっぱり低めです、うんうん、結構して低い、うんうんうん、だからもっともっと食べなかった。だから白血球の数は9500、これはですね正常なんですけど、あの子、うん、この子の状態からすると低いです。だからもっと高くないといかん、そういうこと。要はあんだけおかしなことが起きてるわけだから、うん、あ、そっか、自分で治す力が、免疫力が落ちてるということ。そういうこと。免疫力を高めるためにもプチ断食をした方がいいかな。黄疸は出てません。肝臓いいですね。ここも肝臓、アンモニア GDT 正常です。がリパーゼ、膵臓が割と上がりますけど正常です、うん、で CRP、まあ、ちょっとだけ高いと、うん、でもこの時のが高いね、うん、そうです ね、うん、だから私これはもうめちゃくちゃ上がってるかなと思ったんですけど、まあ上がった普通は高いけど、うんうん、思ったほど高くなかったなと、うん、がリンは腎臓悪いと上がりますけど、まあいいところですね、はい、CPK も正常ですね。神経とか筋肉が弱いと上がりますけど、うん、まあ正常。はい、でこの白血球の内訳も大事で、まあ、普通のこの子の状態からすると低いと。で好中球、これが急性の炎症で増えます。でこれが正常じゃいかんのですよ。これがちょっと低いんです。もっと上がってこないが、リンパ球、本当に具合悪いと線切ってきます。でもまだご飯食べてね、うんちもしっこも出てるから正常範囲であります。だから短球、これも低いと思います。これは慢性の炎症で増えます。でも190で少ないからさ、慢性の炎症あるじゃないですか、うん、腫瘍もあって、うん、むくんでて、うん、だから低い、うん、だから好酸球、まあ、これは寄生虫アレルギーで増えますけど、まあ、正常でした、はい、抗炎血球、まあ、あれだけどなんかちょっと出てましたけど、まあ、これはそう問題ないと、はい、次、赤血球の数ね、数は615万、一応溶石は、まあ、ギリギリですね。数もギリギリ、うん、700万か800万ぐらい欲しい。じゃあこれ、まあ、一応低いよとしておきます、うん、正常の低いところ、うん、うん、ってことは、まあ、数が少ない、溶石が少ないだから貧血なわけです、うん、でそうなってくると若い赤血球がたくさん出ないと可能ですよ、うん、で若い赤血球って大きいとか青く染まるんですけど、うん、少ないです出方が、うん、ということはどういうことかっていうと、貧血してるのに赤血球作る力が弱いと、うん、赤血球作るのは骨髄で作る、うん、でそれがちょっと弱いわけだから、うん、栄養をしっかりとる、うん、腎臓が悪いと貧血してきます。だけどこの程度の腎臓の数字だったら、まだそういう腎臓から骨髄を刺激するホルモンはしっかり出てるはずだから、だからそれよりもね、赤血球を作るためには何がいるか、タンパク質なんです、うん、取りすぎはダメですよ、いつも言って6分の1で、うん、はい、6分の1、昨日が頭が上がらない、ブロッコリーは6分の1、私の、うん、自分が食べるような6分の1で、うん、何でもね、タンパク質、ササミもそうですよ、はい、で血小板はちょっと多いと、これはまあ反応してますね。血小板っていうのは炎症があって出血があると、それを止めようとして増えます、うん、これはかなり高い、正常が20〜30万だから、だからこれは反応があります、うん、だからこれはまあ高いんだけど、うん、これは体に対して正常な反応してる。だけど、うん、白血球は正常なんだけどちょっと低いと思いますし、赤血球の数とか溶石は低いから、貧血してるから、なんとかね、はい、体力を持たせるために、そうですね、先ほどの話をお願いいたします。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、OK ですね。